高井隆史9月26日隊は、日本の政治家、郵政、総務官僚。令和新選組所属の元衆議院、議員、令和新選組幹事長。元立憲民主党岡山県連合代表。北海道函館市生まれ。老いたちについて、高井自身は、決して裕福な家庭ではなかったが、一歳年下の、弟と共に、質素ながらも幸せに育った。 と記している。父が、転勤族のため転居を繰り返し、小学校は4度転校。中学校時代に読んだ、官僚たちの夏に影響を受け、国家公務員を志す。函館ラサール高等学校卒業。東京大学経済学部卒業。卒業論文のテーマが、NTT 分離分割論であったため、電気通信行政に関心を持つ。 国家公務員愛守試験に合格し、優政賞に入賞。電気通信局電気通信事業部に配属された。ドイツミュンスター大学への留学、新潟県長岡郵便局副局長を経て、帰国後は、大臣官房総務課行政改革担当係長や、総務省情報通信政策局、放送政策課課長補佐を務める。 岡山県企画振興部情報制作会、出向中に総務省を退官し、岡山県選挙区選出の参議院議員、江田つきの秘書に転じる。2005年、民主党から第21回参議院議員通常、選挙における岡山県選挙区の公認を受けたが、事態。岡山市長選へ出馬、同年10月9日の岡山市長選挙で落選。 落選後、民主党を離党した。民主党岡山県総支部連合会が実施した、衆議院議員総選挙の候補者公募に合格し、民主党に復党。2009年8月30日の第45回衆議院議員総選挙に、岡山一区から民主党公認で出馬。選挙区では自由民主党の愛沢一郎に敗れるも、 重複立候補していた比例中国ブロックで復活し、初当選した。2011年8月26日、菅直人首相が民主党代表辞任を正式に表明。菅の辞任に伴う代表選挙では、まぶ住すの推薦人に名を連ねた。2012年12月16日の第46回衆議院議員総選挙に、岡山一区から民主党公認で出馬するも、 再び愛沢に敗れ、比例復活もならず落選。2013年5月21日、民主党を離党。同年7月の第23回参議院議員、通常選挙に、岡山県選挙区から無所属で出馬し、民主、社民、緑の風の推薦、新経済連盟などの支援を受けたが、落選。さらに、同年10月の岡山市長選挙に無所属で、 出馬したが、落選した。2014年12月の、第47回衆議院議員総選挙に際して、維新の党公認で、岡山一区から出馬。選挙区では愛沢に敗北するものの、重複立候補していた比例中国ブロックで復活し、国政復帰を果たす。2016年3月27日、維新の党の解散、民主党との合流に伴い、 民進党所属となる。2017年10月3日に、希望の党に公認申請していたが、対立候補を擁立された上に政策が合わないとして、立憲民主党から出馬することを明らかにした。結果約3万秒差で再び愛沢に敗れるものの、比例復活で参戦。2020年4月、新型コロナウイルス特措法に基づく、緊急事態宣言の発令後に、 東京、歌舞伎町のセクシーキャバクラと呼ばれる飲食店で遊興していたことを報じられ、同月14日に離島届を提出したが、立憲民主党は離島届を受理せず、翌15日に除籍処分となった。10月27日、衆議院会派、国民民主党、無所属クラブに入会した。2021年10月5日、記者会見を開き、 第49回衆議院議員総選挙に、令和新選組公認で、市が3区から出馬することを発表した。2021年10月31日の投開票の結果、11,227票を得票するも、協託金没収点に届かず落選。2021年12月6日、令和新選組の幹事長に就任。 新型コロナウイルスの緊急事態宣言発令から2日後の2020年4月9日夜東京・歌舞伎町の政府俗店に通っていたことが4月14日に文春オンラインで報じられた。高井は取材に対し事実であることを認めた。高井は福山哲郎幹事長に事実関係を認め国民に自粛を お願いしている時に軽率な行動で不快な思いをさせ反省していると話したという。同日、立憲民主党に離党届を提出したが党は離党を認めず翌15日に除籍処分となった。福山幹事長は4月15日、記者団に言語道断だと強調した。持ち回り常任幹事会に除籍処分を提案し決定された。 枝野幸男代表はツイッターに投稿した動画で事柄の重大性に鑑み除籍処分にした。皆さんの信頼を損ないお詫び申し上げる。と陳謝した。25、2017年衆院選候補者。 アンケート http コロンスラッシュスラッシュ www.asahi.com スラッシュ sp スラッシュ senkyo スラッシュ senkyo 2017スラッシュ asa h i t o d a i スラッシュありがとうございます。